見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。マコさん問題の一つは、皇族の特権で困難は乗り越えられる、と現在も考えていることかもしれません。その意味では、自分の力で乗り越える教育が秋篠宮家には欠けている気がします。その秋篠宮家の子供への過保護という弱さを、未来の天皇陛下となられる悠仁さまの今後に影響させないことが大切でしょう。そう話すのは、静岡福祉大学の名誉教授で近現代の皇室制度に詳しい小田部裕二さん。11月30日に皇となった秋篠宮さまのお誕生日会見。その中では、小室圭さんと結婚された長女、眞子さんをフォローされる場面が多く見受けられた。皇室が特権を享受できる理由。結婚会見で双方向の会見にならなかった理由の一つとして、眞子さんが複雑性 PTSD を患っていることを挙げ、会見している際に発作などが起きることも考えられるでしょうから、やはり難しくなったのかなと思います。と、眞子さんが記者との問答ができない状態だったとフォローされました。ダブルクォート眞子さんが、公よりも、私、を優先している、という世間の風潮にも納得されていないご様子で、私よりも公を優先しなければならないなら、10年経っても0年経っても結婚することができなくなる、という趣旨のお言葉も飛び出しました。皇室担当記者、皇族も、私、の部分はあって叱るべきだが、公的立場であるという前提があるからこそ、皇室という存在が成り立っているという、皇族がプライベートを求めること自体は当然ですが、まずは公的立場にあることが前提です。だからこそ多くの特権を享受しているのです。皇族として生まれた以上、その運命から逃れることは難しい。しかし、国民も自分の運命と向き合いながら懸命に生きています。むしろ国民の多くは運命に直面することはあるにしろ、特権はない、特権も手放したくないし、運命からは自由になりたい、という、国民の苦労を意識しない考えを秋篠宮家の方々が強調し続ける限り、風当たりは弱まらないでしょう。小田部教授、以下同。